はい、こんにちは。今日は埼玉大学の問題の解題です。問題はこちらです。fx イコール1たす x 2乗分の1とし、y イコール fx、x が正の部分の辺極点を afa と置くと。で、括弧1は a の値を求めよう。括弧2は i イコールインテグラルの a から1までの fx dx の値と、この4点を頂点とする台形の面積 s を求めよう。括弧3は π 小なり 3.17 を示せ。まあ、ただし、ルート3イコール 1.732 点点点っていうのは使っていいよと。で、括弧4は b イコールタンジェント8分の π の値を求めよう。括弧5は j イコールインテグラルの0から b までの fx dx の値と、この4点を頂点とする台形の面積 t を求めよう。括弧6は 3.07 小なり π を示せ。ただし、ルート2イコール 1.414 点点点を使っていいよということですね。まずは括弧1なんですが、これ辺極点ですので2回微分しましょうと。f' x はっていうと、これは1たす x2 乗。これの2乗分のマイナスの、これの微分ですので 2x になるよと。で、これは負の値ですね。ここ x 今正の範囲ですから、ここ正でマイナス2ですので負になるよと。単調現象ですねと。で、これもう一回微分しましょう。もう一回微分すると、まあマイナス2は外に出しておきましょうか。マイナス2出しておいて、ここの部分を、微分すると、1たす x2 乗。これの2乗の、さらに2乗ですので4乗分のx を微分して1かけるこれですので、1たす x2 乗の2乗ですね。で、マイナス、x がそのままで、この分母を微分するので、2が前に出て1たす x2 乗。で、これを微分するので 2x。2x をかけると 4x2 乗ですよと。ということで、こんな風になります。これ、1個ずつ1たす x2 乗で割れるので、これで割ると、ここは消えて、ここ3乗になって、ここ1個消えますよと。で、これ分子計算すると 1-3x2 乗ですね。ということで、ここは 1-3x2 乗と。で、これがイコール0になるところはっていうと、ルート3分の1の時ですね。x がルート3分の1の時0ですよと。で、これ、まあ、増減表を書いてみると、x が今正の範囲ですね。で、f'x、f'x の fx と。で、f'x は今負ですよと。ずっと下がってきますよと。で、f'x はルート3分の1の時に、0になって、これより大きいとマイナス。で、マイナスマイナスでプラスになりますよと。で、下がって上がるよってことですね。で、ルート3分の1の時 fx はっていうと、代入すると4分の3になりますよと。で、あとは、これでグラフを書いてみましょうか。つまり、これ、単調現象で、辺極点がここですから、こういう風になっていくわけですね。単調現象で、こんな風になっていく。現象の仕方がこう変わっていくよと。まあ、グラフを書いてみると、今、こうなっていて、最初0の時が0代入すると1ですね。1からスタートでどんどん減っていくよと。で、こう減っていって、で、ここで辺極点になって、こうなっていくよと。で、無限大に飛ばすと、これは軸に近づいてきますね。X 軸に近づいていくと。で、ここ辺極点の時には、ここが、ルート3分の1と。で、この値が4分の3と。ということですね。ここが辺極点ですよと。で、a の値。つまりこの x 座標ですから、これが a ですよと。a の値はルート3分の1と。いうことで求めることができます。続いて、括弧2です。まずはこの i を求めていきましょうか。i はっていうと、ここの面積ですね。ここの面積。で、台形の面積はここですよと。じゃあ、それぞれ求めていきましょう。まずは i の方は、インテグラルのルート3分の1から1の1たす x2 乗分の1の dx ですね。これを求めましょうと。これは x をタンジェントシータと置けば OK ですよね。1たすタンジェント2乗はコサイン2乗シータ分の1ですから、それの逆数は、ここはコサイン2乗シータになるよと。コサイン2乗シータ。で、dx っていうのは、微分してコサイン2乗シータ分の1の d シータですね。これ。ですので、ここに代入すると、コサイン2乗シータ分の1の d シータですから、こうなるよと。で、ルート3分の1、x がこれの時には、シータは、これ6分の π ですね。で、x が1の時には4分の π ですね。ということで、こうなるよと。で、ここは結局消えて1になるので、これは積分するとシータ。で、6分の π から4分の π ですから、4分の π 引く6分の π。まあ、これ計算すると12分の π ということで、この値、まず12分の π、求めることができました。で、次に、この台形の面積なんですが、まあ、これは、ここは4分の3で、ここを代入すると1の時が2分の1になりますね。ですので、4分の3足す2分の1。で、これ計算すると4分の5ですね。かける高さ、ここですよと。1マイナス、
ルート3分の1かける2分の1ですね。これ計算すれば OK。つまり8分の5の、まあ、これルート3分の2すると、ルート3マイナス1。で、有理化すると3分の2して、3マイナスルート3ですね。となるよと。まあ、つまり、結局24分の5を括弧3マイナスルート3ということで求めることができました。これが S ですね。で、括弧3を求めていきましょう。π がこれ 3.17 より小さいよと。今この面積の関係から、ここ変極点ですので、これ、ここの部分っていうのは、下に凸ですよね、このグラフ。下に凸ですので、これより小さいよと。つまり、12分の π っていうのがこれより小さいよと。12分の π っていうのは、24分の5括弧3マイナスルート3。これより小さいが言えますよと。じゃあこれ12倍すると π になりますね。12倍すると2分のこれですよと。で、これが、これっていうことを示したいよと。で、今、ルート3が 1.732 点点点っていうのを使っていいよってことですから、ルート3は 1.732 と置くと、これよりは大きいわけですね。この点点点があるので、これより大きいよということが言えるので、じゃあ 1.732 と置くと、引く数が小さいわけですから、数は大きくなるよと。ということで、1.732 と置くと、これより小さいよということが言えます。1.732 と置くと、3引く 1.732 は 1.268 ですね。ですので、2分の5かける 1.268。で、これ2で割ると、5かける 0.634 ですね。で、これの5倍ですから、これでちょうど 3.17 になりますよと。これは計算すると 3.17。ということで 3.17 より小さいよということが示せて、これで括弧3はおしまいです。続いて括弧4です。b イコールタンジェント8分の π。この値を求めたいよと。で、じゃあ、タンジェント8分の π なんですが、これをじゃあシータとでも置きましょうか。タンジェントシータの値を求めたいよ。で、これ4分の π だったら求まりますよね。タンジェントの4分の π っていうのは、これは1ですよね。これは今1だと。で、4分の π っていうのは、これシータを使って表すと、タンジェントとこれ2シータですね。これの2倍ですよと、4分の π。つまり、タンジェント2シータは1っていうのが関係式としてありますよと。で、タンジェント2シータっていうのは、タンジェントシータで表せますよね。これは 1- タンジェントの2乗シータ分の2タンジェントシータということで、これ公式使うとこれが出てくるよと。つまりこれイコール1っていう関係式が成り立つよと。ですのでこれ分母払うと 1- タンジェントの2乗シータイコール2タンジェントシータというふうに置けますよと。で、これタンジェントの2次方程式ですね。つまりタンジェントの2乗シータプラスの2タンジェントシータマイナス1イコール0ですよと。この関係式が出てくるので、これで、解の公式でタンジェントシータを出しましょう。2分のマイナス2プラマイルート4プラスの4ですから、これ2ルート2ですね。で、あとは全部2で割ると、これはマイナス1プラマイルート2と。で、これマイナスの方だと、これタンジェントがマイナスになっちゃうよと。これ正の値ですので、プラスの方ですね。ということで、この値はマイナス1プラスのルート2ということで、B の値求めることができました。続いて括弧5です。J とこの4点を頂点とする台形の面積を出したいということなんですが、まずはこの B の値ですね。B、今求めたマイナス1プラスルート2。これはどこに来るのかってことなんですが、マイナス1プラスルート2っていうのは、これルート3分の1より小さいんですね。これ2乗してみるとわかるんですが、これ2乗すると3マイナス2ルート2。こっちは3分の1ですよと。これ0.33333っていう値。こっち側は、まあ、ルート2この値使うと、これ 2.828 いくつって値ですね。これ3から引くと 0.1、まあ、いくつの値ですから、こっちの方が明らかに大きいよと。ということで、これより小さい値の点を取りますよと。ここの台形の面積と、ここの積分した値を求めたいよということですね。じゃあまた、まずはこの J の値を求めていきましょうと。で、0から B、つまり B は今これマイナス1プラスルート2で、1たす X2 乗分の1ですね。で、これさっき積分したので、ここは、かけて1になるわけですね。1の dθ になるよと。x をタンジェント θ と置けば 1dθ になりましたよね。で、あと、x が0の時には θ は0ですよ。マイナス1プラスルート2の時にはこれを使うと8分の π ですね。θ は8分の π ということになります。これを計算すれば OK ですから、これ θ で0と8分の π。代入するとこれ8分の π ですねと。ということで、まずは j の値は8分の π ということで求めることができました。で、次に、じゃあこの台形の面積出していきましょう。こっち側のこの台形の面積はっていうと、まずここ1ですよと。
ここの長さを出していきましょう。つまり、マイナス1プラスルート2の時の、代入したこの値ですね。これ2乗すると、3マイナス2ルート2。これに1を足すわけですから、足す1をして4マイナス2ルート2。まあ、2でくくると2マイナスルート2ですね。これが今分母ですよと。これ分の1ですね。これが、ここの値ですよと。で、これは、まあ、有理化しましょうか。2プラスルート2を分母分子にかけると、これかけると 4-2 ですか、2ですね。ですので、2×2 で4分のになるよと。これがここの値ですよと。これ足す1ですね。これ足す1をするので、足す1。まあ、4分の4ですね。ですので、これが4分の6プラスルート2になるよと。ここ足すこれっていうのがこれですよと。かけるここ。マイナス1プラスルート2の2分の1ですね。これを計算したのがこの台形の面積ということになります。つまり、これ8分の1の、これかけるこれをすれば OK と。これ6ルート2のマイナスルート2ですから、5ルート2ですね。それから、マイナス6とプラス2ですから、マイナス4。ということで、これが、t ですね。これが t になるよということで、それぞれ j と t 求めることができました。で、あとは括弧6ですね。これを示したいよということなんですが、これは、この値っていうのが、もうここが変極点ですので、これよりこっち側はっていうと、上に凸ですね。上に凸なので、この j の方が面積が大きいよと。これとこれ比べたときに j の方が大きいわけですね。上に盛り上がってる分大きいよと。これよりもこっちが大きいよというのが成り立ちますよ。で、これ8倍すると、要するにこれと π が比べられますよと。5ルート2マイナス4っていうのが、π の方が大きいよというのが出てきますよと。あとはこれを評価しましょうと。ルート2っていうのが今 1.414。点点点ですから 1.414 よりもルート2は大きいわけですね。点点点があるのでこれより大きいよと。じゃあこのルート2っていうのを 1.414 に置くと、これより小さいもので置いているのでこれより小さくなりますよと。 1.414 で置くと5倍して、これかける5をすると 7.070 ですね。5倍するとこれマイナス4ですので、4を引くと 3.07 になりますよと。つまり 3.07 より大きいよということが、これを使うと求めることができますよと。まあ、こんな風に、まあ、この凹凸を使って、面積評価することで、π を 3.07 より大きく 3.17 より小さいということで、まあ、範囲を絞ることができましたということでした。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。